シュールな絵だ。はい、どうもです。どうぞ、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 どうぞ。左か。ホイコール食べてた。うまからんか、一口あげる。あげる。
ますかもしれないからね。綺麗ですな。多分使うか知らないけど僕にはパッポっていう必殺技がある。確かに。なんかほぼなしかな。なしだな。大丈夫だったんじゃない？大丈夫だよ、俺は暑いんだよ。汗は止まらないんだよ。しびれすぎて、釣った。暑いの、大変だよな。すっごい汗かいてる。びっくりした。マジマジって今初めて見たよ。入ろう。入ったぞ。横見ちゃダメ。撮ってると喋ったり横向いたりしないんで暗黙の了解があったじゃん、知らなかったけどすごいよ。俺すごいよ、冷やし飴でもある程度汗出てきそうだ。見てると食べるじゃん、食べると出る。熱いとか食べてほしい。食べるとダメ。
であったかいものを食べると、わおって、だから、冬とかでも食べると、これ出るもん。冬でいうのは分かるね。分かる。あ、冷やしな。あ、温まるのかな、冬の方。はい、どうもすいません。暖房とか効いてるって感じですか？すいません。やめ、ラーメンの時やめてほしいね、若干ね。はい、どうもありがとうございます。当たるかい？はい、当たります。エビ、エビ美味しくない？確かに。それと餃子を引きそうだね。そうしましたら、肉、ニラ、トマト、エビ、硬くなってない。うん、そう、柔らかいの、エビ。柔らかいね。うん。スタジオはかなりちゃんとついてる。うん。餃子。餃子で、はい。確かに。これ、魚に酒飲めたいの？はい。激烈アンガーツ。後回しにしてよかったね、うん、ある程度はね。やられちゃいます。はい、どうも。僕も着々と冷めてきて、うん、うちのね、うちの世界が大好きなの。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。肉ニラ玉と色々言いたいことはあるけど、ラスカットしないからなって。あとでね、みんな関係ないことだけど、髪切りたいんだけどとか、いいとこしかないみたいな。住んでれば特定されちゃうかもしれないから。選手権でなんか昔行ったよね、ラーメンでずっとやって、急に汗がきしてピンって止まってたっていう、うん、怖いよね、逆にね。松村君と一回ラーメンで一緒だった。もうずっと水分で、ね、そうなんですよ。僕弱い米類だと思いましたね。わからんけど、あ、マスロン、マスロン、おそう、ちょっと見ないでしても、ね、本当気づかなかったね。あれだ、しかも 豚じゃない、牛だ。本当に牛だ。牛バラだ。めっちゃ美味しいじゃん。
食べるから。これおすすめできるね、うん、値段の価値がある、うん、これ A2 の OK なのか、はい、そうだ、自分デートになってる、うん、そうです、もね、一瞬不安に変わる理由、うん、僕もそのラーメンのさ、うん、塩とか醤油みたいにさ、うん、僕見えないじゃん、うん、怖かったよね、どこまでいいんだって麺返したらなんか固まってるしさ、重さでね、分かる、本当に小麦粉のこの塊に、ね、回帰してるみたいな、うん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 、そうそうそう、あらかじめ切れ目入ってますよぐらい、うん、面白いわ。え？え？だって僕お店言わないけど、某お店で麺増しして、器にこうボンって麺が入ったのって渡されて、こうやった瞬間の画像をツイッターでその表現のまま上げたの。うん、笑ってすんだよ、僕のところはね、14kg だったじゃん、14kg、 あれがまるまるそうだね、そもそも二郎麺じゃないから余計に断面いる？
細かく。バレた。つまんない。ラスト食べれてるじゃん。ちょっと。そうなんだ。
3までカットするから、ね、僕ゆるくできる。全然安いよ。